それでは、始めさせていただきます。はい、コンバーテックウェビナーをご覧の皆様、こんにちは。私、コンバーテック編集部の的場大輔と申します。さて、今回、私からは、いよいよ、4月から正式にリリースされます、デジタル版コンバーテックの魅力をご紹介させていただきます。はい、まず、基本的な使い方について、説明させていただきます。デジタル版をご購入いただくと、現在、ご覧いただいている、こうした本棚のサイトを皆様に、購入者の皆さんにご案内させていただきます。こちらの URL、およびこれを使用するためのアカウントをメールにてお伝えするというところからスタートいたします。この本棚のサイトには、現在、コンバーテックの1月号、2月号、3月号が並んでいますが、こうした形で、購入されていくと、どんどんこちらに4月号、5月号と、数が増えていくというようなイメージになっております。年度が変わります。年が変わりますと、例えばここが2020年、2年、下の段が2023年、そういった形で、イメージしていただければと思います。さて、ここで、購入されたものを、任意のものをクリックしていただくと、こちらを読むことができます。では、最新3月号を見てみましょう。はい、では3月号が出ました。はい。ここで全画面にしまして、まず、こちらを開いていきますと、広告ページが、出てきます。基本的に内容は、紙版のコンバーテックと、全く同一と考えていただいて結構です。そして、広告、一つのデジタル版の特徴の一つが、こうした広告の、ですね、ホームページの URL の部分が、赤く表示されておりまして、ここをクリックすると、企業様のホームページにと、飛ぶようになっていると。いうことで、それで、初歩の情報に、すぐにアクセスすることができるという特徴があります。さらに、目次についてですが、目次、デジタル版の目次は、こちらのアイコンをクリックしていただいて、すいません。こちらのアイコンをクリックしていただいて、本文目次に飛んでいただきますと、こうした形で目次を見ることができるわけですが、この目次を見ていただき、何か読みたい記事を見つけていただいて、こちらのデジタルの目次の方で読みたい記事の方に、直接ワンクリックで飛ぶことができます。まずこちらは、3月号の関東記事なんですけれども、こちらにすぐに飛ぶことができて、次の違う記事が見たい場合は、下のところをクリックすればいいというような使い方ができます。もう一つですね、デジタルな版ならではのユニークな機能として、キーワード検索をご紹介させていただきます。こちらのですね、空欄に、例えば、コンバーティング言葉を入力して検索すると、この3月号内でコンバーティングという言葉が含まれている箇所が全て一覧で表示されます。そして、この本文の中で使われている箇所については、このように、ピンク色で、強調して表示されます。そうすると、コンバーティングという用語に関連した、部分や記事を、重点的に見つけることができるというわけです。こういう機能を利用しますと、例えば、現在業界で話題になっているモノマテリアル、5G といったですね、キーワードを入力することで、それに関連した記事を集中的に読むことができるというようなですね、従来とはちょっと紙版とはではなかなか難しかった読み方が、実現できるというようなことになっています。もう一つ、いくつか機能をご紹介させていただきますと、こっちで、紙版をですね、読んでおられる場合に、何らか重要な場所に付箋を貼るとかですね、マーカーを引くといった読み方をされている方も、おられるかと思いますけれども、同様の使い方が可能です。こちらのアイコンをクリックしていただくと、例えば、こちらの5色の付箋が出てきまして、例えばこちらに会議資料。こういった形でメモを書き込み、こちらをこのように、所望のページに貼り付けることができます。これはページを移動した後も、ページが移動した後も、剥がれることはありません。こうしたところで自分のご自身のメモを残すことができます。こういったメモを消す場合は、こちらを、クリックしていただくと、付箋を削除しますかという、OK ということで、自由に付けたり消したりができるということになります。
また、こちらのペン状の、アイコンをクリックしていただくと、マーカーを引くことができます。こちらは任意の色で、これが下地まで、見えなくしてしまうマーカー。こちらが下地が透明なマーカー。マーカーを消しゴムとなっておりますけど、例えば、こちらの透明なマーカーで黄色。で、この太さ。というような形にして引いてみましょう。パソコンの場合は、シフトキーを押しながら横に引くと、まっすぐに線を引くことができます。こういった、すみません。ちょっと、こちら、触った部分が。こうした場合、余計な部分についた部分は消しゴムで消すことができます。こうですね。こういった形になっております。もちろん、先ほどと同様に、不要になったものは、ここで、手書きデータをすべて削除します。のような形で消すことができます。こうした機能を組み合わせることによりまして、紙版と同様の使い勝手、またそれよりも、紙版を超えるようなですね、使い勝手が、両立されておりますので、今までにない読み方、今までにないご活用の仕方が実現できるようになるというように期待しております。皆様、それぞれのですね、心地よい、読書体験を、引き出していただければなというふうに期待しております。はい。便利機能の、紹介はですね、ここまでなんですけれども、ちょっとサイトを変えさせていただきまして、はい、失礼いたしました。こうしたですね、デジバルの便利機能についてはですね、これちらは、我々のホームページにあるですね、デジタル版特設サイトなんですけれども、こちらの方をクリックしていただくと、先ほどと同様の説明が載っておりますので、デジタル版ご購入いただくか、なんか今検討中という方はですね、ぜひこちらの方もご参照いただければと思います。さらにですね、このデジタル版は一口のお申し込みで5名様までがですね、お読みいただけますんですけれども、この5名の方は、ホンダのサイトが全て独立しておりますので、付箋やマーカー機能は共有されませんので、その点は、ご注意ください。はい、次にデジタル版のですね、購入方法について、簡単にご説明させていただきます。現在ですね、この部分ですが、紙版の年間購読者様を対象に、4月末までにですね、デジタル版の購読が税込み1万1000円で可能になる、キャンペーンを実施中です。この際、紙版とデジタル版の両方をご購読いただくのであれば、問題なく、こちらの1万1000円の優待価格が適用されるのでされますけれども、紙版からデジタル版に切り替えたい、そういったことをお考えのお客様は、2022年1月号から4月号があるの、期間で、紙版とデジタル版の購読期間に重なりを持たせる必要があります。こちらですね、ちょっとなかなか複雑なルールになっているんですけども、この辺をですね、お読みいただいてですね、疑問点があれば私までお問い合わせいただけたく存じます。問い合わせ先は、こちらの部分にあります。はい、今、ご説明させていただいたことの要点としてはですね、こちらちょっとまた変えさせていただきますけれども、つまり紙版コンバーテックは年間購読者様、ですね、今ですね、月刊誌の2月号、3月号にはですね、こうした資料がですね、ついていると思うんですけれども、こちらをですね、年間購読者様をご確認いただいて、こちら、まずはですね、こちらの QR コードに飛んでいただいて、メールアドレスをですね、ご登録いただきたく思います。で、そのご登録いただきましたメールアドレスにですね、私の方から、デジタル版の、その御社、会社き、読者様に合ったですね、形での、購読の仕方、購入の仕方をご案内させていただくということで、形をとっておりますので、4月30日までにですね、できるだけこちらを利用して、現在の紙版のご購読者様は登録していただきたいと思います。このサイトに登録す待ってくださるい。今ちょっと最後の QR コードのところがちょっと画面が共有されてないような。失礼いたしました。はい、共有されました。されましたね。失礼いたしました。私の操作ミスです。
失礼いたしました。はい、すみません、失礼いたします。こちらのですね、黄緑の紙が、今の、ね、紙版の年間購読者さんにはですね、2月号、3月号には、ご案内すると思いますので、ここのですね、資料の、この QR コードにですね、飛んでいただくと、メールアドレス登録サイトに飛ぶことができますので、そちらでメールアドレスを登録してください。で、そのメールアドレスに対し、私の方から、お客様に、適した、デジタル版の購読の仕方、購入の仕方をご案内させていただくと。そのような形で、進めさせていただいていきたいと考えています。ご興味がある方は4月31日までにご登録ください。この登録、サイトに登録したということが、デジタル版を購入、即購入につながるというものではないので、お気軽にご登録いただければと思います。そして、現在紙版コンバーテックをご購読いただいていない方は、4月15日から、弊社のオンラインストアサイトに行って、デジタル版の年間購読料が税込み3万800円、一部売りが税込みで3300円、そして紙版コンバーテックとの同時購読開始として、特別価格税込み4万6000円にて販売を開始しますので、ぜひこちらもご注目ください。ぜひ、新しい我々のですね、新しい試みであるデジタル版について皆さん、ぜひ関心を持っていただきたいと私たちは思っております。よろしくお願いいたします。はい、さてですね、もう一つ私からはですね、コンバーテック3月号の注目記事について一つだけ、紹介させていただきたいと思います。特別企画コンバーターが、DX デジタルトランスフォーメーションに取り組む意義はということで、千代田グラビアの佐藤社長に、DX に関する取り組みについてインタビューを行いました。インタビュアーは、コンバーテックにて2021年8月号から DX がもたらし得る新時代のコンバーティング業界におけるビジネス変革を、連載しておりますテックコンシェリエの、鈴木健二郎様に、お願いいたしました。まず DX とは何かという定義なんですが、経産省の DX 推進ガイドラインによると、このようになっています。企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や、社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。となっておりますけれども、ね、なかなか具体的に把握しにくい部分もあるかなと思いますので、皆様の中ではなんとなくこのようなイメージを持っている方はおられませんでしょうか。DX とは、大企業が莫大なお金をかけて、IoT をはじめとする最先端の IT 技術を、惜しみなくつぎ込んで、大掛かりな仕掛けを作るようなものであらなければ、DX というふうには呼ぶことができないと。そのような印象を持っておられる方もおられるのではないかと思います。しかし一方で鈴木氏はですね、このように指摘しています。経営トップが活動を主導し、全体最適化の視点から、社内の IT システムの構築、再構築を目指すのであれば、それは DX と呼んでも構わない、差し支えない、ということです。さて、この記事においてですね、南方総材、産業資材、建材の3分野を事業の柱とする中堅コンバーターの千代田クラビアさんの、ではですね、佐藤社長が、DX 推進本部長となり、2022年春の、新型コロナウイルス感染拡大以降、DX の取り組みを加速しています。今回の記事のポイントを3つにまとめると、1つは、DX の土台として社内業務の正確な把握と見える化の重要性に着目した実践を行っているが、課題も見つかっており、それに対しては早稲田大学との産学連携プログラムによって対策を、進めている。二つ目は DX 推進の基盤となる IT システムの開発運用について、外部の IT ベンダーとの協力には、やはり業界独特のセオリーがあるために、限界があるため、ベトナムの拠点で IT システムのオフショア開発を進めているということ。三つ目は、南方総製品の多品種、小ロット化に対応するためのデジタルプラットフォーム、Cコラージュ4パッケージングを立ち上げ、ブラッシュアップに取り組んでいるということが、挙げられると思います。
そして、佐藤社長は、こうした取り組みは、行うこと自体が目的ではなく、あくまでも手段であるということを、強調されています。では、その目的というのは何なのか、ぜひ、読者の方の中の、経営者の方々には、記事にてご確認していただきたいと思っています。コンバーテックの記事では、様々な切り口から、業界の今を捉えていきます。デジタル版の発行により、ますます皆様の身近なものとなると期待しておりますので、これからの取り組みにぜひご期待いただければと思います。で、私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。あ、はい、すいません。続きまして。編集部の高橋から、紹介させてもらいます。私の方からはですね、3月号の特集についてちょっと、触れさせてもらいます。で、今回は、弊社も SDGs をテーマに置きまして、合計で14の、ニュースを集めました。まあ、SDGs はもう皆様ご存知だと思うんですけれども、まあ、今ですね、企業の事業展開自体にですね、SDGs の観点を盛り込むことというものがもはや当然となっておりまして、まあ、SDGs に貢献する企業がより社会的に評価されるという傾向を皆さん痛感されていると思います。編集部としましても、まあ、これまではコンバーティングの技術に、着目した特集を組んできたわけですが、まあ、今回は、まあ、材料や加工技術、またものづくりの担い手による力によって、どうすれば地球環境を守れるかですとか、こうした SDGs のゴールに貢献できるのかということについて考え、こうしたニュースを選びました。まあ、いつもよりかは非常に充実した、いつもよりかっていうか、ですね、本数として非常にたくさんの記事を集められておりますので、ご関心のある記事がございましたら、ぜひご一読をお願いいたします。そして今日はですね、ちょっと時間も限られておりますので、簡単に一本だけ紹介させてもらいます。下から、この目次で言いますと、下から3番目の記事で、まあ、使い捨て回路で世界の海や湖をきれいにしていこうという取り組みです。の冬場の、カイロといえば冬場の必須アイテムですけれども、まあ、ただこの使い捨てっていう概念がですね、近い将来、もう受け入れられなく、通用しなくなることを皆さんお感じではないかと思います。まあ、袋を開封して、1日少々使って、そのままゴミ箱行きになってるわけですけれども、まあ、SDGs の観点からすると、まあ、随分もったいないことをしているということになります。して、こちらが、記事の方になります。で、この記事の主人公はですね、ゴーグリーグループ株式会社の山下隆社長になります。この方なんですけれども、山下さんはですね、以前、ご両親の事業を継ぐ形で、コンビニの経営をされていましてですね、で、その時に働いていた中国人のアルバイトの女性が、一時帰国する前に、お店で大量のカイロを買っていたそうなんですね。それで、まあ、なんでこんなにたくさん買うのと理由を聞くと、まあ、中国は寒いので、日本製のカイロを持って帰ると、さんがすごく喜ぶんですよって話をされたということで、なんです。当たり前のようにある回路ですけれども、まあ、一歩外へ出ると非常に貴重な価値のあるものなんだと気づいたと話されました。そしてまた、まあ、それを機に回路に興味を持つようになったということで、まあ、ちょっといろいろ調べていると、東京海洋大学の佐々木剛教授がですね、で、回路を用いた水質浄化の研究をされていることを知りました。こちらは、まあ、回路の鉄成分がヘドロから発生する、まあ、硫化水素であったり、ジメチルサルファイドなどの、揮発性の有機化合物ですね。そういったものを除去したり、また、リン酸を吸着する、リンを吸着することで、不栄養化を防いだりして、しているということを実験で示した研究なんですけれども、まあ、それを知った山下社長は、まあ、これは本当に素晴らしいことだと、これを事業にしたいということで、今回の会社を作って事業化を始めました。まあ、いろいろ企画書を作ったりとかですね、友人の方に紹介したりということで、活動が広がっていきまして、で、佐々木先生にも、その後お会いすること、お会いされてですね、まあ、一緒に事業化を進めていこうという話になったということです。で、山下さんが作ったこのキューブといいますのが、回路を使ったキューブといいますのが、こちらのものになります。ゴーグリーンキューブといいます。
で、使用済みの使い捨て回路を開封して、中のあの粉々した黒っぽいものを、まあ、取り出してですね、で、その粉の成分を金型に入れて、プレス加工で作ったもので、まあ、あの円柱形をしてるんですけれども、私があのサンプルでいただいたものを測ってみると、だいたい幅といいますか直径ですね。直径は 1.5 センチで、高さは 1.3 センチぐらいの、非常にコロコロとしたあのものでした。で、山下さんはですね、このキューブを使った水質実験も行っていまして、まあ、そのうち一つは、あの、神戸市のゴルフ場の池を対象にやっておりまして、で、こちらで3ヶ月間、キューブを、適量のキューブを、まあ、投げ入れること、まあ、投入することで、あの、COD ですね、あの、化学的酸素要求量が、当初は 50ppm だったのが、20ppm 程度にまで低減したということです。で、また、あの、池のヘドロの量も、試験開始時には70センチほど堆積していたそうなんですけれども、まあ、これは竹の棒を池に刺してどれぐらい溜まっているかというのを調べているんですが、あの、試験の結果後、は、あの、高さ10センチ程度にまで減っていたということです。と、ちょっと写真があるんですが、これはちょっと神戸のゴルフ場ではないんですけれども、こちらは、あの、大分県のお寺の池でして、で、あの、住職さんがヘドロを いくら取っても取れないんだよと、匂いもきついんだよという話で、あの、今回キューブを試してみることにしました。そして3ヶ月投入しますと、まあ、こういった感じで非常に透明度が上がってですね、綺麗な状態に美しい水環境が蘇ってきました。東京海洋大学の佐々木先生からもコメントをいただいておりまして、あの先生はあの学術的な知見から回路の成分と水質浄化のメカニズムを解明されているわけですけれども、まあ、山下さんの事業に対する期待も非常に強くもあの訴えられております。ゴーグリンキューブ自体はですね、先ほどのあのコロコロたものですけれども、こちらはあのゴーグリングループ社のホームページで販売していますので、私たちもあの簡単に買うことができます。また、原料となるあの使用済みの回路はですね、あのゴーグリングループ社の回収センターで受け付けております。でこちらの下の方ですね、西脇市の方なんですけれども、あれですね、現在140社以上の企業、また、学校も60校程度の学校が山下さんの事業に賛同されて、例えば回収スポット、回路の回収スポットを設けたりですとか、あの皆さんで回路を集めて、このあのセンターの方に、物流センターの方に送ったりとかいう形で支援をされているそうです。で山下さんは、この活動を SDGs の少なくともゴール14と15と17に適合すると考えておりまして、あの、このゴーグリングループ社の、あの、活動に賛同することで、あの、協力することで、一緒に、あの、SDGs に、あの、貢献していきましょうというふうに話されていました。ですね。山下さんによりますと、この物流センターに集まってくる回路なんですけれども、やはり、あの、冬から春にかけて、暖かくなる今から7月頃にかけてが、一番回収量としては多いということでした。記事の紹介は、あの、以上になります。あの、ちょっと、あれですね、時間もあれなんですけれども、ちょっとだけ PR させてください。弊社はですね、YouTube の CDI チャンネルというものを持っておりまして、で、今年から、あの、取材風景ですとか、記事の紹介を、あの、する動画をアップしております。こちらの、この、今はこの、すみません、2本だけなんですけれども、で、テイストはそれぞれですね、あの、これ、左側でですね、私が取材をした、あの、ズームで取材した風景を録画して、あの、先方の、あの、先方方とお話している様子をまとめたもので、で、右側は先ほど、あの、バーガーがちょっと話しました、チオレグラビの佐藤社長のインタビューになります。ちょっとインタビューの方も1分程度ですので、ちょっと見てみましょうかね。デジタルの仕組みを、説明するのは、僕らの中にもその、一応プリントメディアでそういうのを進めた要因が出張して、サポートで入ってます。ベンダーさんとかは常に今、改善、改良を進めていらっしゃるような。そうですね。
すいません。こうした感じになっておりまして、今までですと紙紙面だけを提供しておりまして、ただ紙だけではちゃんと十分にお伝えできなかった部分ですとか、あとテキストの説明より動画で見た方がわかりやすい部分っていうのがありまして、例えば装置の動く様子ですとか、そういったところはやっぱ絵で見た方が、動画で見た方がわかりやすいので、今後は紙と連動しながらこういった動画もうまく使っていきたいと考えております。じゃあ、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。私の発表は以上になります。今月もご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。